1989年にギネス世界記録の認定を受けた下町の大台湖綴り湖大太鼓とは、秋田県北秋田市つづり湖に伝わる民族芸能である。国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財。大台鼓は直径2メートルを超えるものだけでも6兆。現在最も大きいものは、 直径3.80メートル、銅の長さ4.52メートル、重さ3.5トン。2番目の大きさのものでも、直径3.71メートルあるが、こちらは、ギネス世界記録の認定を受けた。つづり子大太古城町保存会とつづり子下町、大太古保存会により挙行されている。つづり子神社つづり子大太古をうじがみ、つづり子神社に奉納するつづり子神社霊祭は、 7月14日、15日を定日として行われている。鎌倉時代の1262年頃から始まったと伝えられている。綴子は水源と水路の瓶が悪く、常時灌溉用水の不足に悩み、その対策として雨乞いと日折上げの神事として始められたもので、大太子の大音響を雷鳴に似せ、天上の神に祈りを込めて、雨を降らすといったうじ子のお民たちの切なる、 祈願であっはじめの頃は、髪型は、源氏、過方は兵士になぞらえて行われていたが、江戸時代になって、髪型は、葵の紋章を刻した徳川方、過保は仙なり病単のまといをまじるしとした、豊臣方の両派に分離され、競争の激化とともに、風流化も促進された。明治の中期から末期、大正の末期から、昭和初期が、最も競争が激しく盛大で、 高道の先人争いが激しくなったため、1930年から上町下町一年交代の行事として今日に至っている。西暦偶数年が上町、奇数年が下町の当番となっている。行事が始まった頃の太鼓の大きさは直径約70センチメートルのものであったと言われる。幕末から明治期に1.5メートルくらいのものとなり、 明治末期から1.8メートルくらいのものになる。1930年に至り、下町で2.1メートルの大台港、新潮製作。1931年上町は、直径2.16メートルの大台港、新潮製作する。その後、1955年上町が、直径2.42メートルの大台港、改造修理製作。1957年下町は、 直径2.52メートルの大台光、改造修理制作。1975年上町は、直径3.00メートルの大台光、新調制作。1976年下町は、直径3.18メートルの大台光、新調制作。1979年上町は、直径3.63メートルの大台光、改造修理制作している。 上町の一番太鼓直径3.80メートル1986年に下町が直径3.71メートルの大太鼓を新調製作し1989年にギネス世界記録の認定を受けた1992年には上町が直径3.80メートル新調製作している現在は上町が 直径3.80メートル、直径3.33メートル、直径2.61メートル、下町が直径3.71メートル、直径3.44メートル、直径2.47メートルの大台鼓を所有している。大台鼓の銅材には天然飽きたすぎ、川面にはホルスタインの種おうを使用している。大台鼓の運搬は二筋の名は40人で、その後、 馬や牛で弾いていたが、現在はトラクターを利用している。大きく分けて、出陣行列、獅子踊り、八つ踊り、傍実の方、招待古曲だから構成される。神社へ奉納に向かう出陣行列芸士と兵士の、旗差し物を持った、いわば陣取りごっこのごとき、素朴で幼稚なものが、始まりとされているが、綴り古本郷集落の発達、個数の増加に伴って、 情報化法の行事となり、江戸期元禄以降、徳川方という富方、さらに上町下町の分離により、両派に分かれ時代の変典推移により風流化を加え今日に至っている。順序次第は概ね次の通りであるが、上町下町では若干の相違があり、先頭は上町が矢地払いであるのに対し、下町は通払い打優である。また、矢地払いは、 上町が一組であるのに対し、下町は二組である。露払いだゆう、矢地払い、断期、放年期、人期、門期、大まとい、小まとい、侍、大取り毛、小取り毛、槍、弓矢、なぎなた、高城、鉄砲、矢地払い、はさみ箱、おさえの槍、四三刀、笛吹き、小太鼓、中太鼓、大太鼓、大太鼓大,大太鼓、運搬役、世話役、式役、 ヤジ払い地元では、ヤチパレや、ヤツパリと呼ばれるが、ヤジ払いが転化したもの。村の防備と自己防衛のため、農民たちが訓練していた、防術、常術を、行事の中に組み込んだものと伝えられている。直径一寸の丸棒を携え、出陣行列の道中の敬語役をなす。上町が棒の先を下に向ける所作があるのに対し、下町は棒の先を上に向ける所作がある。 起源については、様々な説があり定かではないが、獅子は、霊獣として崇められ、その力によって、悪病を払い最下を除くと信じられていた。踊り場を整える、ぶっこみ踊り、本踊り、書毛の掛け声に応える書毛踊りから構成される。絡み、日出し、奈良葉、水戸、もみすり、米研ぎ、下吹きなどに見られるように、豊作を祈って、農家の生活や、 農作業の様子を踊りで表現したものと伝えられている。その他の踊りの名称は、線、あや、二つ、手などの道具、ぶっ込み、通り、七つ、周りなどの所作、温度、しゃぎりなどの楽曲形式に由来している。一連の行事は、綴り子神社霊祭と呼ばれる。放納行事は、綴り子大大祭りとも表記されることが多いが、地元では、獅子踊りと呼ばれてきた。 なお、国の選択向け民族文化財としての名称は、鈴子の大太鼓。ありがとうございます。